黄河。黄河、黄河、ファンフーとは、中国の北部を流れ、渤海へと注ぐ川。全長約5 4 6 4トルで、中国では、長江、洋子江に次いで2番目に長く、アジアでは、長江とエニセイ川に次いで3位、世界では6番目の長さである。なお、川という漢字は、本来固有名詞であり、中国で、川と書いたときは、黄河を指す。 これに対し、こと書いたときは、長江を指す。現在の中国文明の直接の母体である、黄河文明を育んだ川であり、中国史上において、長江と並び巨大な存在感を持つ河川である。黄河流域は、地理的にはいくつかに大きく区分できる。チベット高原、オード高原、オルドスループ、カホカ平原である。黄河は、 玉城チベット族自治州の東端に近い青海省、バヤンカラ山脈に源流が7つの省と2つの自治区を縫って流れる。バヤンカラ山脈に橋を発した黄河はチベット高原の中を大きく蛇行しながら北へと流れ、青海省の西部でオード高原の中に入る。甘粛省に入ると甘粛三峡と呼ばれる竜野峡、塩鍋峡、八皿峡を流れる。 龍野橋から八皿橋までは 70km ほどしかないが、この三つの峡国にはそれぞれ龍野橋水力発電所、1969年完成、塩鍋橋水力電所、1962年完成、八皿橋水力発電所、1980年完成があり、発電及び周辺地域の灌溉に利用されている。この地域までは甲賀は、 基本的に深い谷をなしながら流れ、寒外などに水を利用することも中華人民、共和国成立まではほぼ行われてこなかったが、この三つの強国を抜けたところで黄河は初めて、明け土地へと流れ込む。乱州盆地である。乱州盆地の中心都市である。乱州市は黄河で最も上流に位置する大都市であり、黄河の渡河地点から発達した都市で、人口は三百万人以上に上り、 中国北西部の中心都市である。蘭州から北へと向きを変えた黄河が市を抜けて、しばらくすると再び切り立った崖に周囲を囲まれ、寧夏に入ると青銅橋と呼ばれる渓谷へと流れ込む。この渓谷にもダムが建設され、寧夏の豊かな農業生産を支えている。青銅橋を抜けると、黄河は、寧夏の広大な盆地へと流れ込む。銀河平原、寧夏平原とも言うわ、 黄河のほとりに広がる広いオアシスであり、天下黄河富姉カ、天下の黄河が姉カを飛ますと、い言葉通り古くから、その肥沃さと水の豊富さで知られ、最上の港南とも呼ばれる。聖火王朝もこの銀河市に本拠地を置いた。この地域は、海賊が比較的多く、姉、ね、カ海賊自治区を形成している。銀川平原は、農業生産力が高いため、近年では、 人口圧の高まっている、イカ南部の大ド高原地帯から銀河平原への生態移民が行われている。この高い農業生産力を支えているのは豊富な黄河の水である。この地域は黄河からの直接の飲水が可能であり、青銅橋管区と呼ばれる一大灌溉地域となっている。この地域での灌溉用水は、使用後再び黄河へと戻される。銀河平原を抜けると、 黄河は、オルドス高原の中をなおも北上した後、内モンゴル自治区のバヤンノール市で東へと向きを変え、パオートー市の先で今度は南へと向きを変える。この地域は、加藤と呼ばれ、屈曲部北端の平原は、加藤平原と呼ばれている。この加藤平原も、黄河からの直接飲水が可能であり、バヤンノール市に築かれた三西港ダムから、灌溉用水が供給され、 加藤管区と呼ばれる一大灌外地域となっている。この地域では、小麦やトウモロコシが、主に栽培される。加藤管区での灌外用水は、郊外へと戻されず、カラス両祖海という湖へと流される。夫婦ほとしの先、頭道海で郊河は流路を南へと転ずるが、この頭に近いまでが、郊河の上流部とされる。蘭州から伊水との合流地点までは、郊河は、漢字の、 のの字ような形で大きく屈曲する。この部分は、オルドスループとも黄河屈局部とも呼ばれる。この屈曲部の北東端までが上流で、それより南が中流ということになる。頭身近いからは黄河はほぼ真南に向かい、黄土高原の田中を流れるが、黄河の土砂の供給のかなりの部分はここから漏らされる。黄河そのものの侵食のほか、黄土高原各地を流れる支流や、 寒中盆地から流入する遺水も流域の黄土を大量に含んでいるためである。この地域では黄河は険しい黄土高原を切り裂いた深い谷の底を流れるため黄河の水はほぼ使用不可能である。頭道海のすぐ南には1999年に満家イダムが建設され、灌溉や土砂調節などに大きな役割を果たしている。この地域では黄河は 西の仙水省と東の山西省との小境をなし、西からは無定河や沿河、東からは川川などが流れ込む。仙水省の道館で西から流れてきた伊水と合流して、ほぼ直角に流路が折れ、今度はまっすぐ東へと向かう。東へと向かった高河は山門橋ダム、小波邸ダムといったダムを抜け、落葉市の北方で山岳地帯を抜けて、 広大な河北平原へと流れ込む。ここから始まる黄河の下流域は中原と呼ばれる。この地は黄河文明発祥の地であり、中国文明の中核地域として過去に歴代王朝の都が置かれた。鄭州市の北に位置する花園口までが黄河の中流域に属し、ここからは下流とされる。鄭州市は一部黄河に沿って東西に走る幹線である老海線と、 黄河を越えて南北に走る幹線である京光線の結節点であり、交通の要所として栄えてきた。また、丁州市に属する片し市岸で、南から流れてきた落川を合わせる。黄河は、丁州市を抜け、北総の都であった、海風市付近で東から北東へと向きを変え、あとは河口まで、ほぼ北東に流れる。この部分の黄河は、上流の大戸高原で流れ込んできた。 大量の黄土が含まれている。黄河が流走する土砂は年間16億トンと言われ、この土砂の体積によって下流部は天井側となる。このため、河北平原には黄河に注ぎ込む支流はなく、本流を除いては、河北平原は黄河流域とは厳密には言えない。黄河の堤防が分水嶺となるため、河北平原の河川は黄河以北は海が 郊外南は、ワイガの流域に属する。しかし一方で、海が、ワイガ共に、郊外の稼働変遷、口術によって、郊外本流となったことがあり、また郊外によって運ばれてきた王土が、河北平原そのものを形成し、平原全域を覆っていることから考えても、河北平原全域が、郊外の影響下にある地域であると言える。また、山東省の郊外北は、ク山イ区と呼ばれ、 天井側となっている黄河から灌漑用水を飲水し農業が営まれている。この倉山管区は面積的には青銅橋、河東領管区とほぼ同じ面積であるが、気候的に冬、小麦と裏作のに猛作が可能であり、黄河の水供給が逼迫する中でもその特性から灌漑区が拡大している。黄河は山東省西部において大運河と接続するが、この付近にある、 どうなるかはかつて、高賀下流では、非常に珍しい、黄河に流れ込む水系を成していた。しかし、第二次世界大戦後の稼働安定に伴い黄河の稼働に土砂が堆積したことで、高低差がなくなり、現在では、高河氾濫時の遊水地としての役割を果たすのみとなっている。大運河自体は、高賀よりも低く、大運河に沿って走る南水北町の東線も、 黄河河道をトンネルでくぐって北へと向かう。大運河に接続した後、黄河は山東省の小都西南市の北側を通り、渤海湾に注ぐ。上流から流れてくる膨大な量の土砂の堆積により、山東省の川口付近には広大なデルタ地帯を形成している。黄河から海へ流入する土砂の量は、年に16億トンから17億トン以上にも上る。海は、 黄海に属するが、黄海の名は、黄河から流れ込むオードなどによって海面が黄色く、濁って見えることから付けられた名である。黄河は、上流部でオードのただ中を流れるが、このオードはシルトであり、粒子が細かいため侵食されやすい。そのため、黄河には膨大な土砂が流れ込み、黄河という名称のもととなった。黄河の水分学的特徴として、水が少なく砂が多い。 水と砂の分布が不均等、下流域は、天井側、川床が岸辺より高くなっているで、洪水災害が頻繁に起こるという点がある。土砂量に関しては、年間16億トンに上り、世界一の土砂含有量を持つ。この土砂量は、第2位のガンジス川、年14.5億トンと肩を並べ、第3位のアマゾン川が、年間9億トンに過ぎないことからして、 他の河川からは間絶している。しかも、黄河の年間水量は468億立方メートルに過ぎず、これは、ガンジス川3710億立方メートルの8分の1であり、土砂含有率においては、世界でも最も高い外河川である。このため、黄河においては、水遺跡に、ドロロクトと呼ばれるほど多くの土砂が含まれており、 流量の少なさと土砂そのものの多さによって下流部に堆積し、稼働変遷の要因となった。この土砂は流域に建設されたダム群にも堆積し、特に甲賀本流に初めて建設された大型ダムである三門橋ダムにおいては、この問題は深刻なものとなった。1960年の完成後急速にダム湖に土砂が沈殿し、1年ほどで、 道管に至る広大な地域に土砂が堆積して、管中盆地の主要部が洪水の危機にさらされたため、二度の改修工事によって土砂排出機能の改善を余儀なくされたのである。こうした堆積土砂は、高間の全ダムに共通しており、洪水抑制機能がかなり減衰した状態となっている。小波堤ダムにおいては、堆積土砂を押し流すための放水がたびたび行われている。 黄河のこの濁りは、工場的なものであり、当てのないことを、ただひたすら待ち続ける。100年火星を待つと、一個時生語があるほどである。562年には、黄河と、墨密が共に住んだため、当時の北西王朝が年号を火星へと変更した。黄河の土砂蓄積は、現在も進行中であり、水量低下によって、土砂の運搬能力が非常に落ちたために、 むしろ加速する傾向がある。高河下流域においては、大規模な堤防の堤内において、水路周辺に再び砂が蓄積して天井側化し、天井側の中に天井側が存在するといった状態にまでなっている。こうした土砂の流出及び蓄積を防ぐために、様々な対策が取られている。土砂流出の最も大きいオード高原においては、工作地に植林して、 森林を造成し土砂流出を抑制する、いわゆる太鼓館林政策が行われている。また、上記の小見堤ダムの大放水は、ダムの堆積土砂のほか、山門橋ダムやマニアサイダムとも連携して放水することによって、下流の稼働に堆積した土砂を一気に押し流すことも、意図している。河河河下流域は膨大な土砂の堆積によって、天井側となっているため、古来より、 たびたび氾濫し、大きく、流路を変えてきた。それらの元流路は、黄河小道と呼ばれている。黄河の地水は、歴代王朝の重大な関心事の一つであった。古代には、現代の稼働に比べてかなり西寄りを流れており、北海北部の天津付近に河口があったが、紀元前602年に記録されている、最初の稼働変遷が起こり、黄河は、 旧稼働と現代の稼働のほぼ中間を流れるようになった。春秋戦国時代は沿岸諸国が堤防を建設したが、この堤防は黄河本流から十分な距離を持って建設されており、氾濫しても堤防内にてある程度吸収することが可能であったため、黄河はやや収まっていた。前漢の時代に入ると、紀元前132年に牧洋において黄河が決壊した。 この結界はそれまで知られていた郊外北の下北平野における氾濫ではなく、郊外の南側で結界して、ワイガイと流れ込むものでり、当時の経済中心の一つであった郊外、ワイガ間の平野、純北平野に甚大な被害をもたらした。この結界は23年後の紀元前109年に塞がれたものの、以後郊外は氾濫を繰り返すようになった。これを防ぐため、 紀元前7年に、海譲ユズルが、違策を表した。これは、黄河の治水施策として、上策を稼働変更、中策を分流、下策を原稼働の堤防の重上げとしたもので、この案は、海譲ユ三策として知られ、以後の黄河治水案の基礎となるものだった。しかし、全漢王朝はすでに衰退しており、この案を実行に移す国力はすでに失われていた。 新王朝時代の十一年にはついに決壊して、稼働がさらに東へと転じ、現在の稼働よりやや北をほぼ原稼働と平行するように流れるようになった。この氾濫、決壊は黄河下流域に甚大な被害を与え続けたが、六十九年から七十年にかけて五冠の王家による治水工事が行われ、黄河は安定を取り戻した。 この OK の治水策は2点からなり、一つは、河北平野で、当時最も低く、なおかつ牧海へ、最短距離で到達する稼働を選択することで、勾配をつけ土砂を押し流しやすくすることと、河北平野への分流を設け、黄河の勢いをそぐことを、根幹としていた。この案は60年ほど前に提案された、海譲るの上策及び中策と、ほぼ一致するものだった。 この治水工事の効果は劇的なもので、これ以降黄河は、当の時代に至るまで800年以上ほぼ安定した、ままで推移し、河働変遷に至っては、北宋時代の1034年に至るまで起きなかった。この河働安定の理由としては、王、OK、k の治水計画が非常に優れたものであったことと、最も土砂流出量の多い中流域の黄土高原が、中国王朝の統治能力の限界によって、 北方の遊牧民がこの地域に脱牧草地化したことで土砂流出がある程度抑制されたことが挙げられる。このため、再び大土高原に農民が進出し高地化が著しくなった東大以降、黄河の洪水は徐々に増加していった。北創期に入ると、黄河は再び暴れ川となり、1034年の決壊からはほぼ10年ごとに稼働が変転する事態となった。 この稼働変遷は、漢の時代までの変遷が、徐々に東へ向かう形だったのとは反対に、稼働は徐々に西へと向かい、古代の稼働のように北へと流れる傾向を示した。しかし、朝廷内では、黄河の稼働を東に向ける派と北に向ける派が対立し、治水は、父として進まなかった。黄河の稼働はこの時までは全て、北海に注いでいたのだが、南宋初期に、 これを大きく変える出来事が起きた。1128年、南宋の将軍である、とみつるが、金軍の南下を防ぐため、黄河の南岸の堤防を決壊させたのである。これにより黄河は大きく南線して、南のワイガに交流し、黄海へと流れ込むようになった。この黄河の南流は1855年に再び黄河が北流し、現在の流路を流れるようになるまで700年近く。 続いた。当初は、旧稼働を通って、北海へと流れ込む水流も残っていたが、1150年に、途絶し、黄河はすべて南流することとなった。この南流期の黄河稼働は一本化されておらず、何本かに分かれて、ワイガへと流入していたが、ワイガの稼働は、黄河の全水量を受けられるほど、広くなかったため、今度は、ワイガ流域で洪水が頻発するようになった。また、 ワイガから溢れた水は、不良湖や白水包みといった、それまでに存在した小さな湖を飲み込み、中国四位の広さを持つ、淡水湖である、ぬかり沢湖を形成し、さらに、ぬかり沢湖から溢れた水は、高遊湖、小白湖といった湖を作り、南の長江に流れ込むようになってしまった。やがて明朝気候班には、黄河の流れを一本化、束流して、 その水量で土砂を押し流す、黄砂という、いわゆる、タバ流ュ案が、半期準によって提唱され、主流となった。この案の円滑な運用には、流路に堆積する膨大な量の土砂を取り除くための、定期的な支が不可避であったが、清王町後期にはこの河川管理が崩れ、黄河は再び水害を頻発させ始めた。1855年、甲川は大洪水を起こし、 南流をやめて、ほぼ700年ぶりに、北へと向かい、渤海へと注ぎ込むようになった。この時の流路が、ほぼ現在の黄河の稼働である。黄河の現在の流路にはもともと、隅水、大神河と呼ばれる大河が流れており、災難市の使命はこの隅水の南に位置していた、ことから来たものだが、この流路変更によって、隅水の稼働のほとんどは、高本流となってしまった。この時は、 黄河の稼働を元に戻してほしい新流路である山、東省グループと黄河の稼働変更を向上化させたい、ワイガ流域グループとの対立によって、稼働の回収と固定化が遅れ、結局1875年に、原流路に流路が固定されることとなった。また、日中戦争中の1938年には、日本軍の侵攻を阻止しようとした、中国国民党によって堤防が爆破され、 流路が変わった、高賀決壊事件。1947年に、堤防の修復が完了し、河口が、現在の位置になった。戦後、三門橋ダムなど大規模なダムが建設され、大水害は減少した。しかし、1970年代以降、高、農業用水の需要増大に伴って、下流部で、流量不足になり、川口付近では長期にわたって、 断流するなどの問題が起きている。1999年以降、断流は発生していない。2001年には三門橋ダムの下流に、小波堤ダムが建設され、黄河の水調節を行うようになって、断流は発生しなくなった。とはいえ、黄河の根本的な水量不足は解消したわけではなく、これを解決するために、南水北町計画が開始され、最先工区では、 水量の豊富な超高上流地域から、高河上流へと水を流し、高河水量の増加によって、寒粛や姉化、内モンゴル、全盛省などの水不足を解消する計画が立てられたが、この最先高区は3000メートル級の険しい山岳地帯に位置し、非常な難航事が予想されるため、他の2高区と違い全く着工がなされず、計画段階にとどまっている。 この計画の東線では大運河に沿ったルートで、河北へ、中央線では、関水に作られたダムから、河北省の西部へと水が送られ、黄河水系の水の負担を減らすことが期待されている。ものの、この両ルートではそれぞれ黄河をトンネルによってくぐって、水を輸送するものとされ、黄河そのものには、この両ルートからの水は流れ込まない。また、源流域のチベット高原では、北や、 道路建設などによって、重要な水源となる湿原の消失が続いており、長江や黄河といった大河川の水量への影響が懸念されている。黄河流域には1億1000万人以上の人々が、住み、事実上黄河流域と一体化している、河北平原の人口を加えると、さらに数倍となる。この膨大な人口を支えるため、黄河の水は、 高度に利用されており、2000年から2002年にかけての、黄河の水の利用率は84.2%に達し、河口には15.8%しか届かない。このため、少しでも、降水量が減少した場合、黄河の水は河口まで届かず、20世紀中には、頻繁に暖流を起こした。暖流が起こらなくなった後も、利用率の高さは変わらず、黄河下流は、 慢性的な流量不足の状態にある。また、特に中華流においては、人口中密な地域を流れているため、沿岸の工場や都市から汚染物質が郊外へと流され、流量の減少と相まって深刻な水質悪化を招いている。1985年には、郊外本流の92.1%の区間が飲料水として利用可能だったものが、 2004年には34.4%にまで減少してしまい、汚染区域の中でもどのようにも利用できない行動潜水域が全体の25%を超えるようになった。さらに、流量減少によって、川口部のデルタ地域の生態系に深刻な影響がもたらされたほか、暖流期には、甲賀下流域の初都市の工業、 農業用水の供給が減少し、深刻な水不足に陥った。黄河流域には、紀元前7000年頃に、黄河文明が成立した。黄河文明はやがて南の長江流域に成立した、長江文明と一体化し、中国文明となるが、黄河流域は、基本的に中国文明の中心地であり続けた。高河の地水は、古くより、 中国文明においての主大事であり、伝説上の中国発の王朝である夏王朝が、宇が、黄河の治水事業に成功して、春より禅城を受けたことにより成立したという伝説も、その一端を示している。紀元前17世紀頃には確認できる中国最古の王朝である陰が成立した。以後の歴代統一王朝は、基本的に、 青州が都した寒中盆地の長安周辺か、中原の端にある東州が都した、洛陽のいずれかに戸を置いた。一方、明確に、中原省朝の支配下にあった地域は、高賀屈極部の中ほどまでであり、それ以北は、北方の遊牧民族省朝の勢力下にある子が多かった。屈曲部の北端である加藤地域は、黄河の遊水地的な湿地帯であり、 出現が広がっていて、牧畜に必要な豊かな草と水が広がる大牧草地として遊牧民にも重要な土地の一つとなっていた。しかしこの地域はどちらの根拠地からも遠く離れており、両勢力の軽装地となることが多かった。戦国時代にはこの地域に朝が進出し、加藤の北に頂上を築いて雲中野球原を支配した。朝を滅ぼした。 旗もこの地域の支配を継続し、旧元権を置いたが、新刊交代期にこの地域の支配は、崩れ、東万全武の進行によって、屈曲部北部は、強度の領域となった。以後100年近くこの支配は続いたが、武帝が即位すると強度は圧迫され始め、紀元前127年には、屈曲部が、紀元前121年にはそれまで、中国小王朝が進出していなかった。 蘭州などの黄河上流部及びの西に連なる、紀蓮山の麓までを支配下に置き、ここに火災四軍を置いた。しかし、五漢王朝以降、徐々に局極部の中国王朝の支配は減退し、さらに進むの衰退によって、北方遊牧民族が中国北部に侵入五校十六国時代が始まると、黄河流域全体が遊牧民族の支配下に置かれるようになった。 こうした状況は北魏によって、河北が統一されても続き、黄河流域の北朝と長江流域の南朝とが対峙する、いわゆる南北朝時代が長く続いた。この状況は、北朝の隋が南朝の鎮を滅ぼして、中国を再統一するまで続いた。政治的には、両大河流域は統一されたものの、経済的には、この両河川は分離したままだった。 これを統一するため、610年には隋の煬帝の手によって大運河が完成し、黄河と長江が水運によって直結された。これにより、大運河と黄河との結節点にあたる海風が、経済的に大繁栄し、五代から北宋にかけての都となった。一方で、軍事的に弱体な層は、高河屈曲部に十分な勢力を伸ばすことができず、加藤は、 領の支配下に入り、銀河平屋は、タング宮都族のリモト空が起こした聖火王国の本拠地となった。歴史上、銀河平屋に独立王朝が拡挙したのは、これが唯一のことである。北宋が金に敗れ南戦すると、下北を支配するようになった金は、中原の北端に近い中途、北京にと置き、以後の王朝は北京、または南京にと置くようになって、郊外流域に、 とは置かれなくなった。元の時代には大運河がより直線的になるよう東側にルートが変更され、これによって水運の欠接点でなくなった海風の経済的重要性は低落した。高河流域の降水量は全般に少なく、年間降水量が1000ミリメートルを超えるところはほとんどない。特に上流域では降水量が少なく、ほとんどがステップ気候に属し、 一部には砂漠気候の地域もある。下流は霊体に属する。郊外流域と超高流域は大体新霊、Y が線によって分割されるが、この線は年間降水量1000ミリメートル線とほぼ一致しており、そのためこの線の南北、すなわち郊外流域と超高流域では、四国や農作物、それを栽培する農業全般、さらには文化全般に至るまで、 様々な違いがある。超高流域が稲作を基盤とした区域であるのに、対し、高河流域は畑作を基盤とし、小麦を四国として栽培する。小麦は、河北平原においては冬巻きであるが、姉華や寒宿などの上流部においては春巻き小麦が一般的である。なお、小麦は広大に伝わってきた作物であり、高河文明期からの高河流域の基幹作物は泡で、あった。 21世紀においても、阿波はこの地域において二義的ではあるものの重要な作物の一つとなっている。大豆や綿花などの栽培も盛んであり、また果物では、リンゴの生産は、高河流域が中心となっている。大豆、旅をするという意味の南仙北馬という言葉が表す通り、高河流域では、周囲よりも馬などを利用した陸運がどちらかといえば、 歴史的に盛んであった。とはいえ、大運河などが開釈されたことからもわかるように、周運が全く利用されなかったわけではなかった。郊河には多くの橋や渡し船、中国語渡し口がある。その主なものを下流から上流に向かう順に列挙する。山東省河南省山西省、河南省潜水省。 三世省姉化海賊自治区内蒙古自治区監縮省、大見省。黄河の下を潜る初めてのトンネルとして、乱州の地下鉄用トンネルが2014年に着工されている。黄河本流には以下のダムが存在する。建設順。2000年には、これらのうちで最も発電能力の大きい流羊橋ダム、流野橋水力発電所、リノイエ橋ダム、 潮鍋橋水力発電所、ハッサラ橋水力発電所、大海ダム、聖道橋水力発電所の七つの発電所では五千六百十八メガワットの創設利用量を持っていた。これらのダムの多くはダクサの激しい上流域及び中流域に建設されているが、この地域は潜在的な発電能力は大きいものの、電力消費は経済開発が進んでいないためにそれほど、 多くない。このため、中国政府が西部の電気を東部の沿海域にまで送電する、いわゆる静電闘争プロジェクトの一環に、黄河上流域も位置づけられ、流洋橋ダム、流野橋水力発電所の二つの発電所で、発電された電気が北京や天津といった沿岸北部の大都市や工業の盛んな山東省に送電されている。このルートは、 正電闘争プロジェクト中の北部感染ルートとなっている。現在の中国の省である河北省、河南省はそれぞれ主要地域が黄河の北と南に位置していることから付けられた名前である。ただし河北省は全域が黄河の北に位置するが、河南省の北部は黄河の北に位置する。また河南省は省内を黄河が流れるが、河北省内には 黄河の本流だけでなく、黄河の流域すら存在しない。また、干縮省の西部、部位から東港に至る 900km の細長い、オアシス都市郡地域は、火星回廊と呼ばれるが、これは、乱州を流れる黄河の西に位置することから、付けられている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。